ある時、私は蝶になった夢を見た。私は蝶になりたいと思っていたらしく、それが自分の夢だと自覚できなかったのか、ふと目が覚めて、何もなく私は、蝶になった夢を、私が見ていたのは、私になった夢を蝶が見ているのか。きっと私と蝶との間は区別があっても、絶対的違いと言えるものはなく、そこに因果の関係は成立しないのだろう。はい、皆さん、こんな例年前です。女神異聞録ペルソナやっていこうと思います。このゲームに関しては、冒頭部分だけ少しやっていたんですけど、実家に帰ってた時、苦情があって冒頭部分しかできなかったんですけど、そもそもマップが、箱がずらーって並んでるような感じで、行き先を見つけるのに2時間ぐらいかかるということもあって、おーい。で、この動画がどれぐらいの頃に投稿されるかもちょっと怪しいんですけど、そもそも。デジモンが終わったあたりぐらいでするので、実際の撮影日よりかは後になるかな。ペルソナ様ではそんな未来の自分が見えりゃ苦労しないっての。上杉よ、お前頭柔らかいんじゃねえのか？稲葉正雄、通称マーク、稲葉クリーニングのドラ息子、直上型。バカにしたもんじゃないんだな、これが。未来がうんぬんってのは言い過ぎだけど、もう超常現象バリバリよ。儲けたって、かけたっていいぜ、マーク。上杉秀彦、通称ブラウン、目立ちたがり屋のお調子者。おーし、かけるか？ジョイツーのピースダイナーで食い放題だ、いいな。わかんない単語が多すぎて。わーい、じゃあ、綾瀬、上杉に乗る。綾瀬ゆか、通称綾瀬、天下御免のコギャル、トラブルメーカ
私もブラウンにベットしますわ。桐島エリコ、通称エリー、帰国子女のお嬢様、奇跡の美人。なんだなんだ。おい、南條、ユキノ、お前らどっちに乗るんだ？ふん、具にもつかんな、俺は知らん。南條邸、通称南條君、南條財閥の御曹司、徹底した合理主義者。右におなり、勝手にやりな。真由美ユキノ、通称ユキノさん。学年の姉御的存在でみんなから信頼されている。け、相変わらず付き合いが悪いやつらだぜ。おい、お前はどっちなんだよ。当然俺だよな。マークがかわいそうだからマークに乗ってあげる。ああ、後悔するよ。ブブブブブ、なあ、キベソ書かしちゃる。ほいじゃ始めようか。んじゃあ行くよー。ペルソナ様、ペルソナ様、おいでくださーい。おーし。ペルソナ様、ペルソナ様、おいでくださいな、と。たくよ、なんでこんなことしなくちゃいけねえんだか。ええから早く行けって、食い放題、食い放題。わーったよ。ペルソナさん、ペルソナさん、適当に来てくんな。それでは、ペルソナ様、ペルソナ様、発音がわかんない。おいでください。あれじゃないんだね。一周して誰か知らない人が増えてるみたいなことじゃないんだね。よーし、来るぞー。あ、あれ？ちょっと、上杉、これじゃ綾瀬バカみたいじゃん。ほら見ろ、何も起きねえじゃねえか。俺の勝ちだな。気が済んだろ。さっさと先生呼んできな。ちょい待ち、もう一回だけ。マークが入ってたからだって。もっとやる気出せよ。なあ、てめえ、お上機嫌の悪いやつだな。おい、稲葉、後ろ見てみろ。んだよ、今さら連れてけっても、おっせえ。何これ、マジ？前は音だけでしたのに、驚きましたわね。あ、ほれ見ろ。やっぱ言った通りだろ。この前とちょっと違うけど。いく、ぐす、助けて、助けて。なんだ？これは？ファンタスティック。ますます興味深いですわ。
片桐さんみたいな喋り方でいいのかな。じゃあ、何？みんな、気をつけな。ブラウンに乗っかった人だけだ助かった。私はフィレアである。意識と無意識の狭間に座るのだ。さて、君は自分が誰であるか、名乗ることができるか。これね、漢字がね、あんまね、使えないんだよね。うわ、大文字しかない。まあ、これ、まあ、その冒頭部分、やった時の名前。で、通称だけ変えようかな。から見ていった方が早い気がするまである。わあ、消えたー。いやまあ、毎回、ああ、消しちゃったー。これは普通にあんのかい。
主人公の名前とか知らないから。つけた名前ではあるけど。あったあったあった。通称だけもういつものにするわ。 なんかすっごい違和感ある。 小文字使えないとすっごい違和感ある。はい、女神分録で始めました。心に潜む神や悪魔の姿をした、もう一人の君を飛び出す力だ。この先必ず役に立つ時が来るから。さあ踊りたまえ、君があるべき時間と空の下へ。じゃああんたたちもあの夢見たんだ。まさに驚天動地だな。今頃こいつも同じの見てんじゃねえくのか。夏美先生、ちょっと目が覚めたのね、女神くん。ふふ、保健室へようこそ。かわいい寝顔だったわよ。吉野夏美、聖エルミン学園の保健の先生。料理は得意でないらしい。女神、大丈夫？よかった、気がついたんだね、女神。倒れたっていうから心配したじゃないの。高見冴子、女神たちの担任の先生。明るい性格で生徒の人気も高い。すみません、夏美先生、うちの子たちがご迷惑かけちゃって。生徒の面倒見るのが仕事なんだからしょうがねえじゃん。こら稲葉、少しは反省しなさい。で、大体の事情は千里暇と綾瀬に聞いたけど、今日はお手伝い中止にするから、その代わり御影総合病院で検査を受けてから家に帰りな。先生まで私たちがおかしいと思ってんだ。あんたたちがまともなことぐらい見てればわかるよ。ただ、倒れた時にどこか打ってないか、検査してもらわないと心配でさ。麗子先生でも心配する。なんてことあるんだね。まあ、病院には行ってやるよ。ここね、病院ね、2個あるんだよ。困ったことに。そう、御影病院といえば冴子先生のクラスの子が入院してませんでしたっけ。その村のことだろ。そうだね。じゃあついでに、ってわけじゃないけど、その村のお見舞い。
してあげてよ。もう1年近く入院してるんだものね。きっと寂しがってるよ。あ、動けるようになった。これね、確かね、なんか書いてたけど見えんかった。これね、覚えてることは、動きにくい。若者よ、よく我が元に来てくれたな。何時の記録を我に刻むのか。始まったチュートリアル終わったところでやめたから。なるほど、女神異聞録だから名にしたんだ。呼びにくかったんだろうな。うわー、すっごい操作しにくい。斜めにマップなってるから何もないようだ。新しい観葉植物を置いてみたんだけど、どう？いい感じでしょ？話しかけてやるとよく育つって言うから、メガミー君もたまには声かけてやってね。そう、これね、どこでもセーブできるわけじゃないから、時間あるときにやろうと思ってたけど、もうやりたくてやってしまったんだよ。致し方あるまい。煩わしいことはさっさと済ませるに限る。三陰病院だろ。学校からだと結構歩くんだよな。ずっと北東の方なんだ。まず学校出てから右に行くだろ。で、大通りに右に曲がって突き当たりを左な。まあ、うろうろしてきてそのうちつくさ、つかなくて2時間ぐらいで苦労したんだけどな。確か体育祭の準備を頼んだはずなのに、なんで空き部屋で倒れたりするかな。体育祭まであと1ヶ月なのに全然用意できてないし、もう今年の体育会中止にするか。いいね、そんなんで中止にしてくれるんなら。うわ、歩けない。待って、行きたい方向に行けない。行こうか。1年も入院してるなんて、私だったら耐えられないね。みんなで元気づけてやるか。